여러분 안녕하세요. 코리안 테나노 대표 코치노 형아です. 今回は 韓国語の会話力を伸ばしたい方 必見の動画です. 今動画を見ている皆さんは韓国語を本気で勉強したい、もしくはもうすでに勉強している方がほとんどだと思います。そんな皆さんなら韓国語で会話するのは難しいな。そもそも自分はいつになったら韓国人と自然に話せるのかな。韓国人と楽しく盛り上がる会話がしたいと考えたことがあると思います。ネイティブと自然にまた楽しく会話するためには必ず抑えるべきものがあります。それは相槌です。 相槌が会話中に入ることで会話が円滑になり、会話の雰囲気も良くなります。それは日本語、韓国語に限らずどの言語も同じです。今回は韓国語講師である私が選んだネイティブの会話で品質する韓国語相槌の34個を解説いたします。友達や年下に話せるため口と職場や年上の方に使える敬語を分けて、またネイティブの会話例を交えて実際にどのように使うのかを解説いたします。 また皆さんがすぐに真似できるようにワークも用意していますのでご覧ください。そしていつもグッドボタンを押していただいている皆さんには本当に感謝しています。これからも韓国語会話や韓国語を勉強方法などを動画にしていく予定なので見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録と通知ボタンを押しておいてください。ではネイティブの会話で品質する相槌の34個のタメ口からいきます。友達や年下の方に使える表現なので実際 その場面をイメージしながら見ていきましょう。うんうん。うんうん。 글쎄, 우리 엄마가 갑자기 오라는 거야. 응응. 자, この場合は次の会話を待ちながら軽くうなずく場合使いますね。 글쎄, 우리 엄마가 갑자기 오라는 거야. 응응. 맞아. 맞아. 나는 내가 진짜 왜 이러는지 이해가 안 돼. 맞아, 나도 그래. 자, この場合はその通りだ。私も同感するっていうそういう意味で、맞아になりますね。 나는 내가 진짜 왜 이러는지 이해가 안 돼. 맞아, 나도 그래. 그래, 그래. 이제 고민하지 말고 한번 도전해 보려고. 그래, 그래, 그래. これは深刻に受け止めているよりは軽く反応する感じになりますね。 그래, 그래. 이제 고민하지 말고 한번 도전해 보려고. 그래, 그래, 그래. 그러게, 그러게. 선생님은 왜 나한테 이렇게 숙제를 많이 내주시는 걸까? 그러게, 우리 반 선생님은 하나도 안 내주시는데 말이야. このくろげは同意をしながら次に自分が言いたいことがある場合よく使いますね。 これは会話の時くろげマリアっていう形でよく使います。 선생님은 왜 나한테 이렇게 숙제를 많이 내주시는 걸까? 그러게, 우리 반 선생님은 하나도 안 내주시는데 말이야. 그러니까, 그러니까. 날씨가 덥긴 하지만 그 여자 너무 노출이 심하지 않니? 그러니까. この場合はクロゲと似ているんですけど、この場合は私も同感するっていう意味と、私もそう言いたかったよっていうそういう気持ちを伝えるとき使いますね。 날씨가 덥긴 하지만 그 여자 너무 노출이 심하지 않니? 그러니까. 그렇구나. 그렇구나. 내 발음을 녹음해서 다시 들으니까 잘못한 부분을 알 수 있더라고. 그렇구나. 자, これは同感してあげながら相手の意見を認める感じで言うとき使いますね。 このくなっていうのは군と同じですね。 군はくなの縮約形になりますので、 그렇구나, 그렇군, どっちでもよく使いますね。 내 발음을 녹음해서 다시 들으니까 잘못한 부분을 알 수 있더라고. 그렇구나. 그렇긴 해. 그렇긴 해. 학원에 한두 번 빠지니까 가고 싶지 않더라고. 그렇긴 해. このくろきんへっていうのは、そういうところもあるのはあるよねっていう感じですね。 100% ではないけど、ある程度はそういうのを同感するっていう、そういう感じで言うとき使いますね。
학원에 한두 번 빠지니까 가고 싶지 않더라고. 그렇긴 해. 그럼. 그럼. 이거 내가 먹어도 돼? 그럼. これは 心よく 同意するときって言ったんですね。 그럼. 아, 물론이지 뭐 이ですね. 물론이지. 이거 내가 먹어도 돼? 그럼. 잘 됐네. 잘 됐네. 이번에 우리 아들이 취직하게 됐어. 잘 됐네. 올해와 아이테가 이 곳도가 왔다도끼 이쇼니 요로콘데 아게르 에유 소유 키모지데 쓰가이마스네. 이번에 우리 아들이 취직하게 됐어. 잘 됐네. 내 말이. 내 말이. 어휴, 우리가 어쩌다가 이렇게 나이를 먹었을까. 내 말이. 이거는 정말 나가이 도모다치 도우시니 쓰가우 아이즈치의 히토츠なんですね. 마 동감する っていう 의미ですね. 내 말이 그 말. とも 言うんですけど, まさに 私も そういう話をしたかったっていう そういう感じですかね. 어휴, 우리가 어쩌다가 이렇게 나이를 먹었을까. 내 말이. 당연하지. 당연하지. 동생이 이번에 삼수인데 또 떨어지면 어쩌나 걱정이 많아. 당연하지. 우리가 당연히 그렇지 っていう 의미ですね. 当然そうだよね っていう 의미ですね. 당연하지. 동생이 이번에 삼수인데 또 떨어지면 어쩌나 걱정이 많아. 당연하지. 웬일이야. 웬일이야. 영희가 화가 났는지 당장 우리 집으로 달려왔더라고. 웬일이야? 웬일이야? 낫게 되면 이이けど 어머 웬일이야? 어머를 つけて 이쇼니 쓰가우 것도 多いですね. 그러니까 아리에나이 하나시とか ちょっと呆れたっていうそういう感じで言う時使いますね. 영희가 화가 났는지 당장 우리 집으로 달려왔더라고. 웬일이야? 참나. 참나. 어제는 살 뺀다고 하루 종일 운동을 했더니 결국 몸살이 났어. 참나. 우리가 요케이나 것도 무단한 것도 다나 っていう 소유간지대 유독히 使いますね. 참나. 어제는 살 뺀다고 하루 종일 운동을 했더니 결국 몸살이 났어. 참나. 장난치지 마. 장난치지 마. 공부도 하기 싫은데 확 그냥 학교를 그만둬 버릴까? 장난치지 마. 우리와 좀 ふざけないで っていう、まあそういう感じですね. 그러니까 冗談で 受け入れる時 使いますね. 공부도 하기 싫은데 확 그냥 학교를 그만둬 버릴까? 장난치지 마. 에이. 에이. 나도 성형하면 수지처럼 예뻐질 수 있을까? 에이. 우리와 좀 不可能なことだよね っていう、まあそういう感じで 友達 동시에 요구 使いますね. 나도 성형하면 수지처럼 예뻐질 수 있을까? 에이. 말도 안 돼. 말도 안 돼. 1년만 공부하면 네이티브처럼 할 수 있겠지? 말도 안 돼. それはまさに不可能なことだ. 이う感じですかね. 1년만 공부하면 네이티브처럼 할 수 있겠지? 말도 안 돼. 진짜? 진짜? 오늘 내가 삼겹살 쏠게. 진짜? 그래야 진짜? 정말? 아, 혼또? っていう 의미ですね. 좀驚きがある感じ. 어? そんなこと今までなかったの. 오늘 내가 삼겹살 쏠게. 진짜? 저런. 저런. 넘어져서 발을 삐었어. 저런. 야, 그래와 일본어의 아라라とか 잔넨っていう そういう感じですよね. 넘어져서 발을 삐었어. 저런. 정말? 정말? 이제 자막 보지 않고 드라마 볼 수 있어. 정말? 그래와 아마에 하나시다. 진짜? 또 온나지ですね. 좀驚きがある感じ. 진짜? 정말? 이제 자막 보지 않고 드라마 볼 수 있어. 정말? 글쎄. 글쎄, 내년이면 남자친구가 생길까? 글쎄, 혼돈이 소나노까나? 또가 의타가이노 기모치오 코메타 간지ですかね. 내년이면 남자친구가 생길까? 글쎄, 대박, 대박.
이번에 BTS가 1위를 했대. 대박. これはいいことでも悪いことでも使う相槌になりますけど、若者がよく使うんですね。デーバ。이번에 BTS が1위를했대。デーバ。続いて敬語の相槌を見ていきましょう。上司や年上の方に使える表現なので、実際その場面をイメージしながら一緒に見ていきましょう。ねえ、ねえ。그때는너무힘들어서말이안나왔어요네これはちょっと単純ですよねねだけどこれは相手の話をよく聞いているっていう感じですねその次の話も今こう待っている感じにもなりますね그때는너무힘들어서말이안나왔어요네맞아요맞아요안그래도힘든세상에왜자꾸나쁜일이생기는지모르겠어요맞아요고래와독간스르독이使いますね맞아요안그래도힘든세상에왜자꾸나쁜일이생기는지모르겠어요맞아요그래요그래요내일같이쇼핑가요그래요고래와곧고로욕구헨지오스르독이使いますね그래요내일같이쇼핑가요그래요그러게요그러게요역시공부한만큼실력도느는것같아요그러게요자고래와노이오시나가라지분노하나시모시다이토끼쓰가이마스네고래와그러게말이에요또가오늘말이에요쓰게때에요구쓰가이마스네그러게요그러게말이에요역시공부한만큼실력도느는것같아요그러게요그러니까요그러니까요한국에너무가고싶은데못가니까꿈까지꿔요그러니까요아고래모사키노그러게요또온나지요니녹간시나가라마타쯔기니지분노하나시무이따이도끼쓰가이마스네한국에너무가고싶은데못가니까꿈까지꿔요그러니까요그렇군요그렇군요저는한국어보다는영어가재밌던데요그렇군요자그렇군요소원한데스네っていうことなので相手が話しているのを認めてる感じですよね그렇군요소원한데스네저는한국어보다는영어가재밌던데요그렇군요그렇긴하죠그렇긴하죠매일30분씩근육운동을하니까체력이좋아졌어요그렇긴하죠그래요 100% 되와나이けど말을대도와고미도메루っていう소유感じですかね매일30분씩근육운동을하니까체력이좋아졌어요그렇긴하죠그럼요그럼요다음에저랑같이여행갈래요그럼요그래야막고코로욕구노이스르도끼쓰가운데스네물론이지요네모오케이나스네그럼요물론이죠다음에저랑같이여행갈래요그럼요잘됐네요잘됐네요이번에드디어토픽5급에합격했어요잘됐네요우리相手가이것도うれしいことがあった時喜ぶ気持ちを伝える時使いますね잘됐네요이번에드디어토픽5급에합격했어요잘됐네요어머나어머나중요한서류를잃어버렸어요어머나그래저런또뭐置き換えることができますけど아라라っていうそういう感じですねちょっとびっくりしながら残念な気持ちを伝える時使いますね어머나중요한서류를잃어버렸어요어머나당연하죠당연하죠앞으로6급에도전할거죠당연하죠당연하죠っていうのは言うまでもないですっていう意味ですね당연하죠앞으로6급에도전할거죠당연하죠정말요정말요오늘너무예뻐보이는데무슨좋은일있어요정말요
정말요? 혼또ですか? 우소じゃないですよね? 소유 간지ですね. 정말요? 오늘 너무 예뻐 보이는데 무슨 좋은 일 있어요? 정말요? 글쎄요. 글쎄요. 비싼 음식이라면 다 맛있겠죠? 글쎄요. 本当にそうかなっていう感じですね. 글쎄요. 비싼 음식이라면 다 맛있겠죠? 글쎄요. では、今日習った相槌を使ってワークをしてみましょう。 내가 좋아하는 아이돌이 일본에 온대요. 잘 됐네요. 잘 됐네요. 자, ここでは一緒に喜んであげるっていうそういう相槌では잘 됐군요. 잘 됐네요. これがいいですね. 他にも 確認の気持ちで言うときは 그렇군요. 정말요? 진짜요? ということもできますね. それから ちょっと羨ましい気持ちが入っているときは 좋겠다. これもよく使いますね. 내가 좋아하는 아이돌이 일본에 온대요. 잘 됐네요. 어제 회사 동료가 교통사고가 나서 입원하게 됐어요. 어머나, 어머나. これは悪いことを伝えられた時ちょっと驚きがある感じで言いますね. 어머나. 자, 他に 저런とか 어쩌나もよく使いますね. 저런, 어쩌나. 어제 회사 동료가 교통사고가 나서 입원하게 됐어요. 어머나. 여름이 오면 더워져서 마스크 하는 게 너무 힘들 것 같아요. 맞아요. 맞아요. 자, この場合は、맞아요っていう断定ですよね。 당연하죠. これでもいいですね。 断定するとき 맞아요. 당연하죠. 他には同意をしながら自分もなんか言いたいことがあったとき 그러게요. 그러니까요. でも、OKなんですね。 여름이 오면 더워져서 마스크 하는 게 너무 힘들 것 같아요. 맞아요. 皆さんお疲れ様でした。 韓国語相槌34個の解説、そしてワークまで取り組んでいただきました。今回解説した相槌はネイティブとの会話では必ずと言っていいほど、よく出てくる相槌ばかりなので、何度も繰り返して復習してみてください。また今回解説した相槌を復習するときに使ってほしい相槌集も無料で配布いたします。 コメント欄よりホリアンテナの公式LINEをご登録後、相槌集とメッセージを送信してください。今日勉強した相槌を全て詰め込みましたので、復習するときにぜひご活用してください。これからもどんどん韓国語学習者に役立つ情報を発信していきますので、今回の動画が役に立った方はチャンネル登録とグッドボタン、通知ボタンまで押していただきますととても嬉しいです。 では、また新しい動画でお会いしましょう。 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.